福井町角放送株式会社は、福井県福井市及びその周辺地域を放送区域として、超短波放送を行っている特定地上機関放送事業者である。福井町角放送の愛称で、コミュニティ放送をしている。日本国内150番目、同県では最初に開局したコミュニティ放送局。自主制作以外の番組は、ミュージックバードの番組を放送。 また、インターネットラジオへの配信は、2016年4月1日に、北国新聞系列で、石川県、富山県にあるコミュニティ放送局4社が、一斉に開始したことに伴い、2021年時点で、北陸3県のラジオ局で唯一ネット配信を行っていない。2001年開局。福井放送のアナウンサーであった、ナ尾健が、本放送局構想を起こし、 それまで勤めていた同社を退職、出資者を募り開局に至る。その多くは、地元の商店主など、出資額5万円の一株株主で、福井市も一株株主として、開局翌年に加わっている。開局当初の愛称は、ラジオアイランドであった。福井町角放送に、愛称変更後も、平日生ワイド番組のタイトルに2021年、現在も、 アイランドがついている。2021年6月時点。現在の番組の詳細は、公式サイトのタイムテーブルを参照。2005年日本国際博覧会のイベント放送局、FM ラバースと同じ周波数であることから、77、3 m ルツのネオンサインとログハウス風のスタジオをチューブ日本放送及び、ZIPFM より、無償で譲渡された。このスタジオを利用し、 福井駅西口に観光案内所と FM ラジオスタジオイベント用ステージを併設したアテンダント館が2009年11月8日にオープンした。なお、福井駅西口の再開発に伴い、スタジオは閉鎖されている。ありがとうございます。